池川は暴君だった。父親の権力を使いまくって好き勝手やりたい放題だったんですよ。あの3人は巻き込まれたのか？いや、服従していたんです。従者ですわ、いわば。女王様かよ、すげえな。交際していた男を殺させたのも池川だった。なんでまた？ただの遊びっすよ、退屈だっただけ。最悪だ、できることなら関わりたくねえな。胸くそ悪い悪玉だ。サブリに売ったのは父親ですわ。邪魔な存在の娘を排除したかった。だから抑止の薬害実験に推薦したんす。最悪な親だな。到着しました。
Thank you.
赤間でーす。西武ですか？わかりました。そこの不審者、止まりなさい。あれ、桃山さんだ。差し入れだよ。はい。え、俺に？マジで勘違いしそうだぜ。それ勘弁、やめて。うざいから。どうもありがとう、桃山さん。俺に今度食事でもどうかな。三つ星以上なら考えとく。三つ星ってなんだ？はい、これなんじゃこりゃ。今度のもすっごい効くわよ。中東の方からの密輸品を押収したんだってさ。さらに今回限り桃山のキスマーク付き。すげえぜこりゃ。こりゃよくしもイチコロだぜ。連中をぶっ潰せるってことかい。じゃ、頑張れ。うおー、がぜんやる気満々よ。何してんだ？お前、ここに何しに来た？ひょっとして、吉岡くんか？邪魔しやがって。せっかくいいところだったのに。てめえ、今度こそ八つ咲きにしてやる。そんな髪型してよ、今時。意気がってんじゃねえぞ。いいぞいいぞ、その意気込みだ。かかってこいや。
ンパ。やっぱよ、答えが出たわ。人殺しは人殺しだ。たとえ女王様の命令でも失敗作でも関係ねえ。罪は償うもんだ。だからよ、本当はおめえを豚箱に入れるのが本筋だけど、残念だけどこの日本にはおめえら化け物を収容できる刑務所はねえ。仕方がない処置だ。諦めてくれ。あの世で罪を償え。いいな、きっちり詫びを入れろ。いいな、分かったが、返事は。いい返事だ。ダメだ、死なねえな。やっぱ刑務所だな。吉岡君は責任持ってうちの組織で始末しますから、まあ安心してくださいよ。なあ赤間よ、この先俺に何ができるんだろうな。これ以上抑止を増やさないことですわ。根本を叩くほかないですわ。サブリに行くしかねえな。向かいますよ。ああ、だが消せねえ。なんで池川だけでなく3人までもが研究対象になったんだ。3人の石ですよ。池川のいない世界は彼らにはもはや日常ではなくなるってことっす。ああ、理解できないね。自然の流れだって。しかしよ、基準は何なんだ。サブリが選ぶ抑止先行の基準だ。人間一人消えるには簡単じゃねえだろう。家族の同意、周辺との関わり、クリアする問題はありますが、家族単位なら早いでしょう。それと家族がいなければ問題ない。どっちみち研究対象の条件としてはうってつけの集団だったわけですわ。家族がいない3人は最高の条件だな。閉鎖社会とか格差社会なんてのは便宜のいい言葉ですわ。ここは隔離社会です。違うな。ここだけじゃねえ。日本のあちこちに隔離社会は潜んでいるんだ。誰も気づかないだけでな。息苦しいっすよ。行きましょう。